京大のヒーローにジャスティスターです。おお、お願いします。アイホースリム1万円 vs 1万キロカロリー早食い対決ということで、タイトルコールでもう分かるんですけど、今回は1万円分ご飯を早く食べるチームと、なるほど、1万キロカロリー先に食べるチーム、2つに分かれて、どっちが早く食えるのということでございます。じゃあ1万円分のご飯を食べるチームが、はい、はい、はい、僕龍神豪輝くんです。はい、これはまあガリボリ2人を従えてると思うんですはい、待ってる待ってるね。そして後ろ4人が1万キロカロリー食べるチーム。わーい、キムチーム、キムチーム、キムチーム。そうですね、ということでどうですか、1万キロカロリーの方。まあ、うちの大食感2人がいや、そうマジでそのせいが分かんないけどね、さっきからずっと熱いよ俺が一番熱い。今回4対3なんですけど、1万キロカロリーの方がちょっと厳しそうだなということで4人にしたんで。なるほど。で、さらに2人は食えると。強そうだよな、ここまで来るとね。メンツ見たらマジ強そう。そうなんだ。ということで、はい、どっち早く食い切れるかということで、遅かった方は、全額負担でございます。うわ、いやいや、でも余裕はその中で食えなかった人がチーム負担でございます。まあ、ルールはテイクアウトできるところということ。ドライブスルーだけで。そうです、安いんで結局。きついね。だからずるいんで、安くってだって高カロリー。そう、ドライブスルーできる。そうだ、体に悪いから。いや、別になんとも思わない。両方きついなそれはそれはそういう感じで、どちら勝つか分かりませんが、はい、早速やっていきますか。はい、じゃあ、それに、あ、待って、そうだ、お前ら汗かいたらカロリー出てるぞ。あ、そりゃそうだ。あ、どういう感じだ。そりゃそうだ。マイナスしてね。マイナスだよ。俺らの汗逆に高級だから、その分プラスしてる。なんだ高級だ。あ、50円って飲みたいでしょ。飲みたくないよ。ありがとうございます。8万キロカロリー飲むよ。そんなカロリーいらねえ、いらねえ、そんないらねえ。ちょっとごめんなさい。いいやつが、はい、それにめレッツゴー。はい、ということで皆さん波乱調子はどうですか。もう4割溜まってます。マジ？なんで溜まってるの。昨日多分龍神聞いたんだけど、いろいろ食っちゃった。うわー、でももう12時間以上経ってるだろ。いやー、うんち出た。うんち出てない。ああ、じゃあそれだ。出ればその4が復活だから。で、ソーダはどうですか。もう腹減った。おっ、強い。大食感エースがね、こうやって言ってくれるとありがたいよね。でもう一人いるから、うちのエース。タンク10だとしたら、10空っぽっす。おお、もうこれで食欲アップだ。なんなら2人でいける。うん、無理だよ。無理に決まってるから。今2000、2000、3000、3000でちょうど1万だから。目安はね、目安はね、目安ね。はい、ということでね、俺たちはもう1店舗どうします。すき家でいいんじゃない。すき家一回お腹すいてほしい。じゃあすき家からいきますか。はい、ということでこちら1万円チームです。高いもんいっぱい食おう。そうなんだよ、俺ら高いもん食えるから。もう高級で低カロリーのもの食えば一番下超えるので。まあ俺ら貴族だからさ、あいつらみたいになんかがむしゃらに高カロリー食ってればいいみたいな脳じゃないからさ。マジそう。俺らポテトチップス嫌いやん。嫌い嫌い。やっぱ一番いいのは鶏胸肉だよね。ああ、あとトリュフとかね、キャビアとかね。そうなんですね。という感じで早速やっていきましょう。1店舗目はまずケンタッキー。ケンタッキーは高いからね。ケンタもね、いい値段するから。ケンタッキー行ってスタバ行って最後考えよう。そうね、上手に行って残金次第でね。そうですね、一回相手チームに電話しますからね。用意スタートということで電話しましょう。でもいやー、早く出るねー。何してんだこいつら。出ない時点でなんかもう高カロリーって感じがするよね。あの間抜け。お、出ました。おせえ、早く出ろよ電話。おめえら後輩なんだからよ。何後輩って。ということで今からスタートしますよ。お願いします。ちなみに僕たち今もう8000円分食ってます。おい、俺たちも8000キロカロリーはいってるよ。何食ってんの。何いい勝負してんの。 OK という感じで早速やっていきましょう。はい、どちらへお金を払うのでしょうか。いきます、よーい、先切ったスタート。おい、まだケンタッキー行きましょう。ケンタケンタ、レッツゴー。まだ今日暑いね。夏だから熱中症になっちゃうからね。暑いな、マジで。熱中症になっても俺たちは YouTube に熱中しようということで、はい、ということで、すぐ近くでありますからケンタッキー。そうよ、店舗目はすぐ。まず行こう。しかも食べたいのはツイスターセットが700円ぐらいなんで、まずそれ行こう。コスパ、まあまあ最初にね、コスパいいティリアツイスターセット行って、プラスバーガーぐらい行っとく。そうね、まあまあ行ける時に行っとくか。確かに、まだ腹減ってるから。まだまだ。はい、ということで商品届きました。イエーイ、美味しそう、美味しそう。はい、ということで早速食べていきましょう。イエーイ。いいっすか、食べて。食べちゃっていいっすよ。いただきます。うますぎ。うん、何杯いけるこれ。 5。 うん、強っ。うわ、波意外とあるね。でもこれで2000キロとかいってなかったらきつすぎる。それはきついね。電話するわ、俺好きに。
もっとカロリーちょっとカロリーが足りないんですけど、ね、普通だったら俺もやめてるよ食事としては。それはそうです。はい、ということで、はい、値段いくらって言ってました？3000と120円です。おー、まあまあまあ、まあ、一発で3000はでかいよ。でも1店舗目で3000か。いきなり5000使ったところで通り過ぎてる。そのままいいことしてない。何そのボケ。はい、ということで喧嘩聞いてみましょう。マジ腹減ってる。まずここは早食いして、そうですね、で3000ちょっとでしょ、うん、次スタバ行って、はい、もう6000円行って締め込もうぜ。次行きますか。行きましょう。どんどん食べていいよ。では食べください。はい、いただきます。いただきます。バラクチッチンフィリオバーガー頼んだけど絶対うめえ。バジルレモンツイストマジうまい。うまい。ちょっと俺がお尻で潰しちゃったけどね。お前うまいんですよ。うまっ。マンズこれがいい。うん、めっちゃうまいよね。うん、でも1個言うと、うん、これでもうお腹いっぱい。だね、もううまいで終わりたくね今。うん、全然これいいよ。え、どうするなんかサーディアンかアイスかなんか買ってもう帰るよ。はいね、それ一番ちょうどよくね。負けていいからさ。あ、ダメだダメ、全額おごんねえ。そうだよ、一番大事なことあるんですよ。かわいくね。かわいい、かわいい。ちつけちゃう。舐めていいよ。マジマジ。ごちそうさまです。イエーイ。はい、ということで翔太、はい、どうなの？カロリーはもうカロリーはもう計算してる。早いね、仕事が早いな。仕事が早いんです。じゃあお願いします。スキヤのカロリーは3290カロリー。はい、ということで俺たちは残り多分7000ぐらいか。まあ余裕だな。いけるな。とりあえずまだ早いですから一回もう試食を待って。オッケー、じゃあマック行ってきます。はい、俺も食べ終わってるから。あと飲み物だけなんで。オッケー、飲み終わりました。ナイス。そう、腹は。そうね、まあいい感じではある。いい感じではある。いや全然もういなくていいよ。それはそう、それはそう。ちょっとまだいけるというか、言われれば一回ちょっと中堅中継ぎエースでスタバ挟みます。スタバ中継ぎエースすぎる。それは。とにかく行きましょう。はい、スタバレッツゴー。はい、ということで2店舗向かってます。待って、この移動でちょっとお腹きつい。移動があるから。ちょっと、いやでもこっからエンジンかかるから、マジお腹いっぱいの時は俺で超強い。お、じゃあ大丈夫か。全然いける。まあそうだね、ビッグマックとチキンフィレを食べたい。あ、オッケーオッケー。じゃあその2つのセット。オッケー、2個ずついこっか。オッケー。そろそろ着きますよ皆さん。いやー、店舗2店舗目。ちなみに1店舗目が3120円。なるほど、オッケー。ここで3300円ぐらい超えたいね。そうね、それはどうも。着きましたよ、スタバ。はい、メロンフラペチーノのトールか、3つください。あとワッフル、ワッフルさんだ。あとはアメリカワッフル3つお願いします。で、以上です。はい、ありがとうございます。3200円。はい、ありがとうございます。でかい、3200円はでかいけど、想定外のワッフル来たぞ。いやね、ワッフルって頼むしかなかった正直。確かに今6300円ぐらいだから、最後に3700円だ。1人1200、300円来た。ワッフルなら全然いけんべ正直。いや、まあ頑張ろう。はい、ということでマック届きました。イエーイ。まあまだ2店舗目だからね、うん、どんどんバカバカ食って、まあ、これ食ったあたりに一旦電話かけるか。まあ早速食っていきますよ。はい、わー、俺結構これ食ったら来るよ。うん、お前はダメなの、来ちゃダメなの。運転手だから言い訳になって。ビッグマックの食い方、僕どうぞあったん。俺もずっと思ってた、ビッグマックの食べ方。うん、なんかパンだけ先に食えって、うん、あ、それを知らなかったんだ。そうそうそう、よろしくな、住んでる地域は。そうだよ、だって俺が住んでる地域やっと3代目の流星流行ってきたなんか踊ってんなと思って。やっとか。やっとね。家の山は今何流行ってる？あ、うん？結構奥じゃん。俺よりはひどいからね。ひどい。うん、俺は今牛乳でピスタチオ流行ってる。ピスタチオです。よろしくお願いいたします。うわー。懐かしい。結構前なの？結構前。流星と春よ。マジマジ。マジからさ、常識のポテトは完全に残ってます。これ約チームで。いや、多分いいね。ちょっとさ、手伝ってくれるよって人いたら。いいよ。え、嘘。あれ。あ、これぐらいは頑張るわ。いいよいいよ。チームだから。うん、ナイスチーム。で、マジでスピード大事で。うん。マジで、これ俺が食い終わるまでに食い終わらなかったらぶっ壊すよ。さすがに。じゃあぶっ壊していいよ。もう焦点に渡せよ。俺ちょっとビッグマック宣伝するわ。これ OK かな。OK。うん。OK。OK。じゃあカロリー発表いく？お願いします。はい、カロリー発表お願いしますよ。4228キロカロリーです。うわー、マジ余裕やん。あと2482キロカロリー食べればもう俺らの勝ち。はい、もう見えてきたね、うん、ザコチームに電話しよう。絶対に電話しよう。はい、頑張りました。ワッ
クルトメロンですね。いい匂い。まあ早速食べてきました。はい、いただきます。いただきます。待って、ん、相手チームから電話来ました。はい、出まーす。なんで、おい、なんで、いや、どうなんそっちは。絶対入れへん。最高ちょー。あ、きつそうだね、もう。どこがやん。ゴーキーどうやって言ってるよ。最高ちょー。うちの翔太も言いたいことあるみたいだから。ねえよ、ねえよ。最高ちょー。わかってたわ。今などれぐらいですか、カロリーは。まだ言えねえけど、まあ2店舗行ってでっけえの食ったよ。まあ、ヨシが元気ってことは、まだまだ食ってないね。正直、次ちょっと俺たちすっげえの食ったら、もう終わりかもしれないっす。嘘つくんじゃねえや。ほんとだよ。7500だよ。ちょっと待って、やばい、それはやばい。はい、ということで3店舗目いっちゃいますよ。はい、最後はココイチです。はい、もう俺普通のカレー食えば多分届くぐらいだから、うん、まあちょっといかなそうだったら、まあ、トッピングなんか足してもらって。はい、相手7500だったらガチやばい。多分本当じゃない。いや、なんで2店舗で7500も取れるわけねえから。絶対言うの。うん、結構3つ。わかる、誰か食べて。はい、うまい。おーい、お前、俺ら全員ギリギリの食べてる。チームメイト。いや、お前な、待って、お前一番。なんか、ライトが、むしろ頼られる。チームメイト一番くせや。俺ら、ここで仲間してる場合じゃねえぞ。ワンチーム。だから食え。ワンフグってね。だるい、マジ無理。危ねえ。マジで無理。ワッフル食べられました。ワッフル食べられました。はい、みんないいよ。あとこれだけ飲めば3点目がやっぱ牛丼。そうだな、うな重はんちゃん、高級や、うな重何3つ言って、うん、あと飲み物とか出たかもって。やめて、俺うな重食えないんさ。え、うなぎだけ嫌いだもん。え、読まない牛丼。牛丼じゃあキングサイズ。いや無理だな。無理だ、同じ値段で。じゃあみんなもう飲み終わる。完食。完食。はい、流進も会員。オッケー。ということで今6300円ぐらいだから、はい、残り1店舗で3700円目とか。オッケー。これ終わったら勝つんだよ。逆にここで変にちょっとだらけてたらお金全額払うとうるさくね。確かに、頑張ろう。行こう、レッツゴー、ドキ行くぜ。はい、ということでカレー届きました。3つです。今回はカロリー計算したところ、これを食い切ったらちょうど1万ちょい超えるぐらい、はい、だったんで、まあ3つあえてね、はい、食べました。まあ早速ね、早く行ってみましょう。いただきます。はい、どんどん行っちゃいましょう。じゃあ俺ウィンガーとおしんこ食うから。カレーアホか。もう行けるところまで行ってこい。最初きついっす。俺もね、ま、キューがお前は俺と同じレベルじゃダメなんだよ。渡せって聞こえたからね。そうね、やめて。まだワンチーム。ワンチーム使うのまだ早いで。いや、やっぱね、スキヤ安いからね。基本で700円とかない波だって。いやそうだよな、スキヤ安いよな。うな重でも、うな丼は波で890円。おお大盛り930円。いや大盛り食えんよ。今から大盛りか。結構きつくね。きつ、だいぶきつい。でも安心してください、レモネードスカッシュという期間限定の飲み物がいい。はいはい、こちら1個飲み250円。レモネードスカッシュ、はい、ちなみにレモネードスカッシュ目が450円。はい、メガネか、メガネか、メガネか。やばい、チキンバカ重い。翔太早っ。キュー頑張っとるやん。うん、カレーいける。カレーはまあいける。カレーは最悪流し込むから。うな丼弁当の並盛り3つで、あとレモネードスカッシュのメガ3つで、以上でお願いします。3700ボーダーだよな。そう、3700超えたら勝ち。勝ち払って行こうぜ。うな丼1個食えっから俺。レモネードスカッシュのメガも結構気になるし。メガどうする、こんなバゲズみたいな感じ出てきたら。そしたらマジでミスったわ。はい、1020円。待って、でかいんだもん。でかい。待って、レモネード1個の大きさはでかいって。中10キロにできるよ。ストーマジで。てかまあこれ食べたら終わりって考えたらいけね。そうね、ラストで、ラストスパートでいいし。これメガにする必要あった。あったよ。顔よりできるぞって。マジそうだ。やば、でかっ。乾杯しますか。はい、ということで長かった戦いがこれで終わります。はい、これ食って俺らが最高の1万円チームで、チームで勝ったー。うまっ。夏はこれさあ、炭酸強い。炭酸きつい。これ結構変ねえな。あ、結構きついな。やべ、これ飲み切るだけでも結構きつそうだよ。じゃあ、うな丼もいただきますよ。うん、ワールドショーター完食です。おい、普通にもいらない。明日のお昼までいらない。あとちょっと怪しく頑張って。はい、翔太君、計算お願いします。先ほどのココイチのカロリーは2841キロカロリーです。はい、2400ぐらいだったよね。行ったってこと。
合計いきます。はい、13,359キロカロリー。ということで1万キロクリアー。電話するってことは勝ったってことでいいんだから最後に電話しようか。いや、でもさ、あいつらが例えばまだ走ってないのに買う前だったら買わしときたくない。はい、ということで、まあ、ちょっとだけね、じらしてますか。はい、そうなんです。カロリー関係なしゃアイスあ、いやね、プラスでね、ブルースもあるしさ、行くか、行っちゃう、買いましょう。俺たちはアイス買いに行きます。レッツゴー。出てへん。あ、そういう辛い時はマラソン大会のこと思い出そうぜ。マラソン大会まともに走ったことねえよ。じゃあ、あと飲み物だけ、俺、イエーイ。おい、チームじゃねえんか。あ、もう食べました。飲み終わりました。すげえ。ここでエース行っちゃう。エースに。まだ行ってやるよ、おめえ。ありがてえ。まだするね。はい、ということで、まあ俺たちアイスも飲み物も飲んで、あいつら待つのもだるいんで、電話かけて。行っちゃいましょう。電話。待って、吐きそう、やばい。電話来た。行く、終わった。うん、一回ちょっと飲み合った手にしよう。やっと来たか、おめえら。今何店舗目？俺は3。俺たちも3。今何キロカロリーですか、そっち。ちなみに言うと、1万余裕で超えました。嘘でしょ？もう、1万超えて、ちょっと喉乾いたんで、飲み物とアイス食べて、車の中に戻ってきて電話してます。俺はドッキリで、今回、何も食べてないんだよ。おいえぐっ。それはそれであっちもきついけどね。今飲み終わったんで、マジで。マイヤ、またやってやるよ。こっちのセリフだよ。今度2万円と2万キロカロリーな。それになると2万の方がいい気がするな。まあ、オッケー。今回負けだよ。おめでとう、勝ちだ。おめでとう。おめでとう。お前らがジャスティスだ。何負けて。お前らがジャスティスだ。こいつもやるの。じゃない方なる。はい、ということで、まあ負けましたが、はい、まあ勝ちみたいなもんでしょうね。ほぼね。ということで、はい、ジャスティスさんはこれからも僕たち3人が引っ張っていくので、応援よろしくお願いします。ねえ、じゃあ敵ですからね、一応ね。はい、ということで、まああいつらはね、やっぱり弱いやつをよく吠えるって言いますから。弱いね。多分一番弱い、リュウジが叫んでたの、最後。お前らがジャスティスって。ははははは。確定ですよ。ということで、まあ2万とか言ったけど、また同じチームなら俺たちはどうせ勝てます。2万とか勝てるよ。とりあえずこの後打ち上げ行こうぜ。ラーメン食い行こう。まあということで、まあ俺たちはね、こうやって大食い企画とか、うん、これからもいっぱいやっているんで、はい、よかったらいっぱい見てください。お願いします。はい、ということで次の動画でバイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。1万円チーム負けてしまいました。今度は2万円対2万キロカロリーでリベンジしたいと思います。それでは次回の動画でバイバーイ。